じゃあこんにちは、豊さん。はい。中日が上がってきそうで上がってきません。もったいない試合多いな。見ててもやっぱり多いですよね。多い、うん、で一時期ね、やっぱり単独首位に立ってた時期もあったんですけれども、そこから下がって、でも上がってくるかと思いきやなかなか上がってこれない。で現在4位とは 3.5 ゲーム差というところを保ちながら行って、まあ 3.5 っていうよりも早く5割に戻さないとダメだな、うん、まずはそこを、やっぱり、そこをやっぱ考えないと、うん、3.5 というよりも、うん、やっぱまずは5割に戻すというね。そうですね。あの7月9日現在では35勝39敗ということで、まあ4つということですよね、はい、借金としては4連勝すればいいんだよ。なかなか。でもカープにね、3連勝したので。いやそうなくはないですよ。次のチームだよ。そうですよね、まあ、確かに相性はあるけどね。そうなんですよ、非常にカープには相性が良くて勝率7割5分ということで、カーブをお得意にはしてるんですが、まあね、ですがということなんですが、ただちょっとあの数字的に見ると中日、まあ、現在5位ではあるんですけれども、チーム打率は2割3分5厘。この数字は例えば阪神の2割2分4厘よりも上ですし、広島2割3分からヤクルト2割3分6厘、巨人2割3分9厘と比べてももうほぼ変わらないような打率は打ってはいるんです。ただ得点で見ると185点、うん、これはですね、唯一200点台に乗ってないのも中日ですし、得点が一番多いヤクルトの274と比較すると100得点弱は得点が少ないという。まあそうだよな。得点圏に打ててないっていうのもまああるけども、はい、やっぱ走塁という面ではちょっと下手だな、うん、走塁、センターが弾いてるのにホーム帰れないとかさ、はい、なんか勢いよくこんな飛び跳ねてリードしていくとかさ、いやいやそんな飛び跳ねたらこう浮いてる時はね、気が抜けてるから投げられたら刺されるぞっていきなり刺されたもんね。刺されました、はい。だからまあそこら辺のやっぱり技術的なところとか、まあ、そういうのもあるよね。その単に盗塁だけではなくてやっぱ走塁面という、まあ、そういうのあのね、やっぱ走塁面がね大きな鍵かな中日は。もう一つ先のベースに行けるところを止まっちゃったりとかね、点が取れる時に取ってないとか、はい、まあ、そういうのはある。あとは采配という意味では、采配はね、ここでこうやる、ああやる、まあ確かに何もやらなくてゲッツー、これも仕方ないんだよね、うん、選手の力量があるから、じゃあもうここで送っとけよって、うん、まあ思うかもわからないけども、まあその通りなんだよ、はい。まあ、例えば小笠原が投げてて、はい、大量点なんか取ったことないよね、はい、だからとにかく1点積み重ねていけば小笠原がなんとかしてくれるっていうふうに思わないといけないし、うん、親心で今日は大量点取って楽させてやるぞみたいなところが全然違う方向に行ったりだとかね、はい、まあするんで、だから采配はどういう采配でもいいんだけど、誰が投げててどういうシチュエーションでこのシーズンを戦ってるかっていうことを考えると、姿勢を見せてあげないとね。例えばね、はい、まあ、小笠原が投げてる時、もう初回から手堅くいって1点ずつでもいいからリードしていくっていう姿を見せたいよね、うん、そうですよね。先頭バッター出てるけど自由に打って、うん、ゲッツーみたいな、うん、そうそうそうです。いやそれじゃあさ、やっぱり投げてるピッチャーもモチベーションにつながらないというか、うん、今日はバントして点を取りに行ってくれたって、うん、そしたら点を取ってくれるまでちょっと我慢しようとか、はい、まあ、そういうふうに思わせていくっていうことが俺は大事かなっていう感じはするんだよね。例えば今のそういった采配の中で、その手堅くきっちり送りバントで得点圏にランナー進めるとか、そういうのをあんまりしないっていうのは、いやしない、まあ、しないこともないんだよ、うん、ただ小笠原の時はした方がいいっていう、うんうん。で他のピッチャーでも例えば柳とか、はい、まあ、確かに制球がいいとかね、そういうのがあったりとかするけども、うん、ある程度何点かいるって言った時には、うん、そういう攻撃でもいいと思う、はい、まあ、たまたまねそういうことを言いながら4点取られたりとかもしたけどね、うん、だけどそれは、まあ、例えば初回の攻撃でそういう姿が見れなかったのがすごくなんかモチベーションにつながらなかったのかなっていうね、うんうん、まあ、そういうふうには見える時があるんだよ。うんうん、だから采配ね、俺監督が下してる采配で、まあ、間違いもあるけども、うん、でもねそんなに大きく外れてるっていうことではないと思うんだよ、うん、
だけどそれをやるために何を準備させてるかっていうことだよね、はい、だからそういうところかなっていうような感じがする。あとは例えばバッターの特性、ここはクリーンアップだからもう任せたぞだったりとか、いろんなバッターの特性、バントだったり小技だったり、率が低いからこうするとかあると思うんですけど、その、 バッターバッターのそのシチュエーションでのその打たせ方というかサインというのはどういうふうに映ってますか？俺昔言ったことあると思うんだけど、周囲を走ってる時にね、その時に中田がいて、はい、中田以外はバントでいいよねっていうふうな、うん、話をしたことがあるけども、やっぱあれだけピッチャーが良くてね、バンテリンは特にね、はい、もうバントやって手堅くいっていいと思うんだよね、うん、でもうねランナーサードだったらもう徹底的にセーフティースクイズでも、はい、俺はいいと思うんだよ、うんうんうん、本当に。だからもうね腹くくって2対1、もうこれで勝つの、3点なんか夢物語みたいな、そうですね、中日もう11試合連続かな2点以下みたいな、はいね、それでも勝ちきれみたいな、うん、それの方がはっきりしてていいけどな。そうですね、分かりやすいとか中日らしい勝ち方というか、そう、ね、中日の野球に持ち込めみたいな。そうですよね、うん、そしたら勝てるよみたいな、うん、もう中日は2対1慣れっこだから。そうです、ね、もう伸び伸びだよみたいな。そうですね、もう1点2点取ればもういこっちのものだっていう、そうそうそうぐらいなくくり方があっていいかなと思う。そうですよね、うん、あとはやっぱり村松選手がショートがいなくなった分のやっぱりショート問題っていうのもありまして、また上がってきたクリロト選手が今ショートにいると。まあそうだね、これはクリロト選手をやっぱりそのショートっていうところにしたいんですか？したいっていうかやっぱ気に入ってる選手の一人ですよね。やっぱお気に入りっているんだよ多分、はい、守備の形とか柔らかさだとか、うん、スローイング持ってき方とか、うん、あこいついいなって思わせる選手なんだろうね、はい、立浪監督には、うん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 、だからそれは使うっていうのはそれはもう監督の目だからさ、うん、これは将来的に、例えば中日のショートを長く守って、はい、バッティングも慣れたらある程度のポジションを打てるっていうふうに考えると、やっぱ育成も兼ねて戦うという、ね、うんうん、こともしないではないよね。ただやっぱその率という意味ではちょっと物足りないというか、一軍の選手かっていうとさ、うん、まだちょっとバッティングの方っていうかね、うん、そういうところはちょっと厳しいかなというふうには思うけどね。うん、そうです。でもこれはもう監督が決めなきゃいけないことだから、でもいい環境で、ね、いいピッチャーと当ててるとその環境に慣れてきて打てるようになるとか、そういうことは十分考えられるような素材の選手だからね。ただ今の段階でじゃあ一軍の選手かというと俺はちょっと違うような気がするけど、ね、うんうん、でその代わりその石橋選手とあと樋口選手が上がってきました、はいはい、樋口選手はいつも2割8分残しているというところで、例えばこれどうなんですか、併用という形でロドリゲスと、でも使うんだったら併用というよりも樋口は足も使えるしね、はい、だから先ほど走塁という話をしたと思うんだけども、走塁はね結構上手い選手かなっていうふうに思ってるんで、うん、はい、だから思い切って抜擢してもいいかもね。そうですね、うんうん、だから樋口ショートでもいいよね、うん、それもねありなのかなというふうに、ありだよね、うん、で塁に出たらもう自由に走らせるとかさ、はい、やっぱ走塁という面はすごく大きいよな。ですよ。だから DeNA も走塁っていう面ではすごく下手だったけど、はい、今年あたりなんかもう盗塁の数字をね、うん、伸ばしたりとかして、その盗塁がきっかけで決勝点を叩き出したとかさ、はい、そういうゲームもあるし、うん、だからそういった走塁面で相手をかき回したりだとか得点していくとまた得点は増えていくと思うけどね、中日はね、うん、打ててないことはない、うん、ただチャンスの時にどうするか、はい、どう走るか、どう走塁するか、ここら辺がねちょっとおろそかになってる部分はあるかなっていうふうには思うけど、あと豊さんがおっしゃっていれば大島選手の起用の仕方っていうところも、はい、その代打ではなくてっていう、走塁面でもそうですけれども、そこら辺はどうですか？やっぱ大島はあそこまでの年になってまでできるっていうのは、そういうところが長けてるんだよね、うん、
で走塁という面でも長けてるし、はい、まあ、守備っていうのはね少し衰えたかもわからないけども、まあ、面白いとは思うよね。ただどこで出るかだよな。あ、どこで出るかになる。岡林使う、うん、そうなんです、ね、彼捨てセンターに使う、うん、レフトが細川がいるでしょ、うん、まあ、そうなってくるとなかなかないんだよ。そう、やっぱり岡林選手はずっと使い続けていく選手です、うん、まあ、調子が良ければね、うん、ただ調子がある程度悪くても将来的な中日を、ね、背負っていく選手っていう風に立浪監督が考えてるんだったらやっぱり多少我慢してもでも使わなきゃいけないよね。だから難しいんだよ。難しいですね。また難しい局面というか何か。まあまあそうだね。ただ大島は俺はいい見本になると思う。若手の走塁だとかね、三投もお前走れるのよなって、お前走ってくれんかって言っとけば隙があったら走るよ大島は。そうですよね、うん、それもうまいので、三投、ね、走れるピッチャーがね結構いるよ、うん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 、そのフォームのリズムとか癖でね、うん、はい、だから、まあ、そういうところを有効利用するようにしとかないとさ、うん、なかなか得点という意味では増えてこないよな。そうですね、まあ、あとはね中田選手がいつまた上がってきて、まあ、それがどういう状態で上がってくるのかっていうこともまた左右していくとは思うんですよね。やっぱもう万全で上がってきてほしいよな。そうですよね、まあ、オールスター明けになるのかちょっとわからないですけれども、はい、ただ ね、 ね直近の4位とは、まあ、まだ言うても 3.5 ゲーム差。いやそうだよ、はい、うん、ひとたびに仲間に入ったらもうごちゃごちゃでわからなくなるから、うん、そうですよね。ああだから、まあ、そこまで上げていく力は俺はあると思うよ、うんうん、なくはないから、うん、最大限ね知恵を絞って、そうですね、頑張ってほしいと思うけど ね、 ね、1、はい、2点を取ったらその 1、2 点を勝ち取って逃げるパターンっていう中日のザ・お家芸っていうところで、まあそうだな、うん、苦しいけどな、いつも見てて苦しいけどな。そうですね、やってる方がもっと苦しいよな。確かにそれはありますよね。ただね、まだ ね十分にその A クラス狙える位置に全然いるので、ね、はい、ちょっとここからまたね、ちょっと巻き返してほしいな。いやそうです、はい、楽しみにしてます、はい。